アメリカから日本に野球が伝わって今年で150年になるのを記念し、球界で活躍した往年のスター選手が新潟に集結しました。ハードオフエコスタジアムで行われた記念試合には、元中日の吉見投手や元阪神の井川投手などプロ野球の OB が顔を揃えました。選手たちは現役時代を彷彿とさせるプレーを随所に見せ、球場を沸かせていました。今日はね、好プレーが多かったと思う。本当にいい野球を見せることもできたんだよね。喜んでもらえたんじゃないかと思いますね、はい、この試合は新潟に NPB の新球団誕生を目指すプロジェクトの一環で開催されました。